ラジオショー二時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信之です。花信之です。平野ノラです。さあそれではね、2時の天気予報のお時間です。平野さん、はい、お願いします。はい、現在千代田区有楽町日本放送の屋上温度計は 27.1 度を指してます、うんうん、関東地方は晴れますが次第に雲が広がるでしょう。夜遅くになると各地で雨が降り込む見込みです。帰りは各地でね、各地で雨が降り込む見込みです、うん、帰りは新宅や合宿にお願いした方がいいかもですね。ここ最高気温は都心で横浜埼玉は29度、はい、千葉は28度の予想です、うん、湿気がすごそうだからカビ対策をしくよろ。玉川の玉ちゃん元気にしてるかな。以上バブリー天気予報でした。まだちょっと阿部寛さんの真似してる。すごいじゃない。滑舌ちょっとなんかあれだったね。だよ安田県連れてこようか。安田県を安田県ちゃんと読んでください。漢字読めないからさ。安田健さんね。太宰府治だ。太宰府治だっけ、あの人ね。そう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 。出たかったな。あ、なんすか。ユリアンも出てたし。いや、ドラゴンだけど何の役で出たかったんですか。もうこんなんか。え？棒みたいな。ねえよそんなの。東大に出ねえよそんなの。棒の授業じゃない。出たかったな。さあこれ、ね、はい、2時からのゲスト、スタジオ入ってきてくれました。うん、今日は、ゲスト A マッソの2人です。どうも、U字工事です。なんでだよ。でしょ。なんでだよ。なんでですか。最近来たけど。え、こっちが知りたいんですよ。昨日まで告知が U字工事さんになってて。え？そうなんや。そうなんや。そうなんです。マジで？え、嘘でしょ。木曜日のゲストだったのかな。U字工事出ます、ね。先週放送で U字工事になってた？いや、告知で。先週がね。先週U字工事さん。そんなことないでしょ。そんなアルファベット間違いしてた？まあでもその芸風かぶってるんで。そうです。かぶってねえだろ。どっちでもいいんですよ。なまりなまり。全然違う。芸風は全く違う。どっちとかぶってんだよ。そういう問題でもない。それぞれじゃないんでしょ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Aマッソも何年やってるのかよくわかんない。これがさっきね、放送出させてもらう前になんかノラがどえらい先輩ですみたいな、虚偽の方がどえらい先輩じゃないなわけないじゃないですか。まず年齢10個上やし、年齢はね、結構上だな。遅咲きですから。遅咲きですから。同じぐらいかなと思ってたんですよ、芸歴が。でもなんか偉い、そのある時ぐらいからクッと敬語にしてきたっていう。いやいや、そんなこと、ある時って一番初めの時から私敬語ですよ。あんなだって、あの殺し屋みたいな目で現れて、いや、そのおはようございます的な敬語じゃなくて、明らかに下ですみたいな敬語、なんか2種類あるじゃないですか、敬語。あのあれをやってきたら、どっかで、まあ、完全に私は後輩だってなんか思ったんだ。いや、もうこんな殺されてた、めちゃくちゃ怖かったんだ。特勤特勤にもう尖ってて、特勤特勤で使わんから、尖るときに本当に尖りまくって尖ってる。そうね、イメージはあるけど、めちゃくちゃ怖かったですもん。もうなんで出会ったの、ライブとかで。渡辺に入られて、そうです。渡辺に入ったって、渡辺入ったのだいぶ後じゃん。だいぶってこともない。そうですね。もう何年ぐらい経ったの。渡辺に行ってからもう7、8年ぐらい。そうですね。はい、そうです。その時に出会ったんです。そうなんだ。そう、でもすごい尖ってるって言ってたけど、そんなことなかったよ。すごい丁寧な挨拶で、さっきもいらっしゃいました。変わったんじゃないの。何が変わった。なんか飲んだの。いやいや、飲んだのって。飲んだの。それを言うと、私も気がつけば肩パッドなくなってたし。いつですか、肩パッド脱いだの。それはもう一周回りながら徐々に綿をゆっくり。フェイドアウトなんや。ちょっとずつに。そうよ。村上くんだけだよ、変わってないのは。村上くんって呼んでるんだ。どうどう。さあ、この後ゆっくりとお話伺って、エマソの2人、よろしくお願いします。お願いします。さあ、ザ・ゲストショー、今日のゲストは A マッソの加納さんと村上さん。お願いします。よろしくお願いします。台本見ました。完全に川上さんになってますね。本当だ。川上さんになってたから、危うく間違えるところでした。
村上さんですね。村上です、はい。あるあるなんで。たまにね、川上になるときある、あるんで、はい。たまにあるんだ。いろいろあるからさ。私が悪いです。そっちの方書いちゃった。女っていろいろあるから女って。小学校の時の幼馴染なの。そうなんです、はい、もうかれこれね、長いです。一番最初に出会ったのは5年ですね。総合、はい、同じクラス。そうです、10歳とかだ。10歳、ね、はい、そうです。それ なんて言ってたの、その時は。あだ名とかあったの。あだ名 IP、IP です、IP、村上さんのこと IP なんで、カノさんは、カノさん、カノさん、カノさん、転校生、転校生、転校生、どこから。隣の区から、バリ近い、大阪の、はい、へえ。それで隣の区から越してきて、はい、一番最初に IP と仲良くなったの。 IP と仲良くなりましたね、うん、話しかけたんですか、村上さんは。いや、うん、いや、その時ほんまね、うん、全然喋らなくて、ほんまにもう、うん、アダンぐらいが限界ぐらいの、何ですか、言葉が。アダン、アダンが限界、限界ぐらい。これが IP だったわけじゃないですか。アイマルしか言えなかったわけじゃない。いや、ほんまに。アイウェオしか言えないみたいな。村上さんが、そうです、そうです。あ、そう。もうだから今、ちょっと涙ぐましいですよ、私。急成長です。こんなになんか。そっか、もともとやっぱ大人しいんだ、IP は。そうですね。活発やったんですけど、言葉の方がちょっとやっぱり。あ、スポーツは得意だったんだ。得意やったんですけど、たまになんか漫才とかしてても、こいつめっちゃ喋ってるやんと思って、うるっとするときは。そういうの知ってるからね。ようさん喋ってって。知らない人知ってるから。ちっちゃい時からいるんで。そっか。IP 頑張ってんな。頑張ってんなって思う。IP。だから IP はもうお笑い芸人になると思わなかったでしょ。思わなかったですね。将来。はい。とっ捕まえられて、うん。やろうって言われたんで。それまでは、うちはお風呂屋さんになりたかったのと、うん。あと、パイロットになりたかったのと、うん。いろいろ、諦めて、ここにいます。いろいろちょっと、お風呂屋さん。よくわかんないけど、お風呂屋さんパイロットって何ですか？だからその、要は、だからこう、狭い、バンダイ、お風呂屋さんって言ってもバンダイがあるじゃないですか。でもコックピットがあるでしょ？もうなんか狭いところで座っときたかった。あれがコックピットかどうかってことなんだ。そうです。座っときたかった。担当さんが。どっちかってラジオは好きなんだね、じゃあ。大好きです。座ってる仕事ですからね。高いとこにいたいんです。高いとこ。なるほどね。そうなんだ。で、コンビ組んだのはいつなの？コンビ組んだのは18、19ぐらいですかね。それまでは、じゃあ、友達としてずっと仲良かったけど。そうです、そうです。良かったけどっていう。じゃあ、いよいよ、ちょっとやるか、みたいになって。はい。その、中学、高校の時もやってたんでしょ？なんか漫才とか。まあ、小学校とかの時にふざけてやったりとかは、もう、ベタにありましたけど。その、今、いくつだっけ？今ね、ちょうど、10ですね。ちょうどじゃない。出会った時、小5でしょ？ 10 歳なの？ちょうど10かも。やめよ。見えなくもないんだからね。見えなくもないんじゃない？あのさ、IP に聞きますよ、じゃあ。IP がちゃんと言うから。何歳だったの？その。今年で、33枚刃になりました。そういうことね。切れ味すごいぞ。涙出てきたわ。知らないよ。そんな、言葉知らない時の IP 知らないよ。前歯、小学校の時。入ってきた。絶対計残さんねんから3枚歯やったね。33枚歯です。3枚歯、そういうことです。前歯って聞こえた。すごいフォローできたな。さすがだね、やっぱね。何見てたの？テレビとか。テレビでしょ？だってまだ。テレビです。お笑い番組？在マンっていうのが関西にあったんですよ。在マン。漫才番組が結構全盛期やったんで。誰が出てたんですかね。プラマヨさん、フットさん、フットさん、チュートさんとか。で、中1から M1 ですね。M1 の時中 1？ 中1ですね。じゃあ、青春時代です。すごいずっと前から出てるイメージで。おお、2001年とかから出てるのかと思って。出てないです、出てないです。あ、そうなんだ。まだ中1だったんだ。そうか。始まったんで。大騒ぎでしたね。あ、そう。じゃあ、その、大満に出てた人たちが、なんなら優勝とかして、うわ、みたいな。いや、ほんまそう、そうですね。友達に普通に追っかけがおったりとか、いましたね。若手芸人の追っかけやってる友達おったりしてましたね。やっぱ大阪だからなんのかな。そうですね。多分特殊なんやと思いますね。はあ、そうなんだ。なんで松竹に最初入ることになった。
まあ、ふらふら、なんかしてて。ふらふらしてしてて、まあ、インディーズライブとかを、無所属で出てたりしてたんですけど、その時になんかこう、書き入れ時というか、松竹が。で、まあまあ、入れてあげるよ、みたいな。感じだったんで。この時から A マストなの。A マストですね。はい。だから同期みたいな人がいるんでしょ、松竹だと。同期だとヒコロヒーとか。ああ、はい、ヒコロヒーさんの。ああ、やってんじゃん、番組みたいな、ね。あ、そうです、ラジオをやったり。ね、たりはい。ぐらいかな、もう残ってないですね。あ、そう。はい。それで、初めは大阪で、松竹の門座とか出てたの、はい、角座は、うちらちょうど、天劇っていう、通天閣劇場っていうのがあったんですよ。あそこ。あれ、あれ地下の。通天閣のあそこです。あそこか。うん、あ、行ったよ、俺たちも。あ、行きました。うん、客の目の前に柱がある。あ、なるほど。師匠とかと一緒に出てたの。あ、そうです、そうです。年レイジ師匠。あ、そうです。年江師匠とか。はい、出られてました、ね。でした、でした。あそこでやってましたね。へぇ、はい、呼び込みやったりしてたの。呼び込みやってましたね。あ、そう。あ、呼び込み。その新世界の。そうです。街でね。ちょっと浅草っぽいよね。確かにちょっと。なんか雰囲気がさ。街の人も特殊、うん、なんか独特な方が多くて。多いよね。こう、配っててもやっぱ声かけられたりとか。うん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 、すごいしたり。そう、なんか師匠たちが、こう、見に来るような、こう、結構年配のお客さんともいるじゃん。そうですね。その中で A マッソのこう漫才ってどういう反応だったの、はい、いや、反応というかもう換気扇の音ずっと聞こえてました。あ、すごい。なかなか、そうだよね。しっかり聞こえてましたね。しっかり聞こえてた。はい、そんな中でやってたんだ、ずっと。やってましたね。誰が受けてたその時は。まだ、なすなかさんとかが大阪にいはったので、なすなかさんに袖で、緊張せんでーでーとか言って言われて、送り出されたりしてました。ああ、そう。あと、チキチキジョニーさん。おー、なるほどね。いらっしゃいましたね。その辺だ。そこら辺と、じゃあね、着物が日本一似合わないチキチキジョニーと、いやいやいや、正月番組でしょ、ね、NHK のお正月の時、中継リポーターやってるじゃない。一番似合わない。一緒にやってたんだ。似合いますよ、二人とも、ね。そうなんだ。その時はでもさ、今いろんなことやるじゃない。コントもそうだし、漫才だけだったの、はいはい。いや、当時からコントと漫才どっちもやってましたね。うん、はい。だからなんか何やるかわかんないもんね。A マッソって未だに。そうですね。あ、コント手出したりとかな、思わないですか、私、飽き性なんで、うん、漫才だけずっとできないんですけど、うんうん、そうなんだ。コントやろうみたいな。俺たちも、この前、お笑い実力派っていう番組で、ネタ4本やらせてもらったから、はい、14分のコントやらせてもらったのよ。はいはい、でもそれやりたいけど、やっぱり普通ダメだってなっちゃうじゃん。定番のやつをやってくださいって言われちゃう、俺たちだったら、はいはいはい。あの番組に関してはもう何やってもいいですよって言われたから、はいはい、だけど普通はやっぱり、それを持っていくと、いや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 、みたいな感じ言われちゃうけど。東洋館でじゃあコント下ろされたことないんですか？東洋館ではさ、ないですね。さすがにないでしょ、うん。東洋館でやったらやばいし、俺だって。やばくはないよ。わざわざさ、コントの方もいらっしゃいますね。いや、いるけどさ、なんかわかんない。さすがになんか地方からさ、このために見に来てこう、なんか実験みたいにやってると思われて嫌じゃん、なんかさすがに。ああ、そうか。まあ、コントだけになっちゃうと、やっぱり、あれだから、そういうね、いろんな漫才とかいろいろ見させてくれる番組だったらやるみたいな感じになるけど。そう、秋っぽいのわかるわ、なんか。いろんなことやりたいんでしょ。いろんなことやりたいです、ね。だから、ザ・ダブリューのさ、決勝ネタがさ、はいはい、あれはもう何だったのプロジェクト。なんていうのあれは何だあれは一応まあまあ映像漫才みたいな感じで言ってます。あれはなんかまずさすごいな、はいはい。あれをさよくやらせてくれたってのもあるよね。スタッフさんも。そうなんです。結構だからあれは、半年も今ぐらいの時期から言ってたんですよ。ご迷惑をおかけしますっていう。決勝行ったら決勝行った場合、ちょっとご迷惑をおかけするんでっていうのも半年以上前から言っといて、これぐらいのことになりますみたいなのは打ち合わせを何回もして。で、それ言ってて残られへんかったら、ほんまに恥ずかしいなーっていうプレッシャーもあったんですけど。はい、あれ ?2 本やるでしょ、はい、あれ ?2 本目とかもあれ、どうしたの、はい、?2 本目はまた違う映像でしたね。あ、映像だったんだ。のつもりでしたね。そうなんだ。へー。それ大体、加納さんが決めんの、こういうのやりたいっていうのはもう、主導は。そうですね。まあ映像は一緒にやってくれるチームがいたので、まあみんなで話し合ってっていう感じでしたね。IP は IP、私はやりたくないとかないの、そういうの。IP は全然やりたかったです。そうだね。プロジェクションマッピング、はい、
誰もやったことのない。そうだよね。はい。組み合わせ。最高でしょ。普段よりも楽しそうだから。あのちゃんのスタンドじゃないよね。スタンドじゃない。スタンド一体化してるわけじゃないでしょ、ほぼそうですよ。ほぼそうだ。いや、俺はあの、プロジェクトマッピングのやつが、はい、その、すっごいなと思って見てたんだけど、うん、なんか最後さ、はい、なんかすっごいなんか可愛く終わったじゃん。うんうん、なんか魂抜けて、はいはい。あれが腹立ったんだよね。A マッソが何可愛く終わっとんねんみたいな。迷いましたね、あれも。なんか、それを振りにして、プロジェクションマッピングぶっ壊すぐらいの、オチにしてくれたらさ、最高だったのに、なんか、なんかこう、魂抜けて、プンみたいなさ、可愛いみたいになっちゃったから。そうなんですよ、ね。腹立ったんだ。戦いましたね、あれは、ね。戦った？うん。内容はね、もう、最初からめちゃくちゃ変わってますね。うん、あ、そう。うん。そのチームとも喧嘩したし。なんか劇場とは違うみたいな、テレビでやるようの、あれ下ろしてないんで、劇場では。あ、そう。だから一発っきりやったんで、怖かったですね。あ、そっか、どこ、頼みせないもんね、あのね、はい、ああいうネタは、なかなかね。練習はどうやってやったの、あれ。は、壁に投影して。稽古場の、はい。あ、そう。そうです。ああ、そっか、一発勝負だもんね。生放送でしょ、うん、そうですね。そうだよね。はい。ゾクゾクしました。いや、そうだね。いつも楽しそうなんだよ、ワイプ。あ、そう。確かにでも賛否両論、こう、分かれるネタが多い。はい、もうね、マッソってこう無駄、ね。人もそうだし、その、好きな人嫌いな人も分かれそうだし、その、俺なんかも、すごい A マッソみたいな、A マッソのネタ見たいって日もあれば、今日は A マッソだけは見たくない。なんでなんですかなんでなんですか日によってあるっていう。他は見れんのこんな癖のある、こう、芸人さんも珍しいなっていう。配置を選ぶっていう。そう、感じするもんね。全部が A マッソだけになっちゃうと、まずいよね。はい。なんか、なんか、いろんな、なんか、いろんな中の A マッソがいいよね。だから本当倉本さんがね、はい、あの選んだライブの後気持ち悪いからもんね、なんか全員ね、全員なんかおかしい人ばっかりでしょ、はい、おかしい人ばっかりでしょ、おかしい人ばっかりって言うんだな、ランジャタイとかランジャタイとか倉本さんがね、天竺ネズミとか好きな癖の強い子芸人さんのねライブとかあったけど、全員もうぐるぐるバットの後みたいな帰り方してるんですよ、時間やられちゃってる、出口たどり使いのね、倉本充さんもすごい昔からいますと好きで、はい、それは 何がきっかけだったの、まあ、番組ですね、 NHK の、わら削りという番組が、あ、それね、サンドウィッチマンさんがやってたやつ、あ、そうです、あれの時に、作家で入ってらっしゃって、あそこからの付き合いですね、あ、そうなんだ、はい、そうです、何でこう出るようになったの、 A マッソ自体はそもそも多分そのあら削りと、まあ、その後、多分、準決勝の敗者復活とか、カラーやと思いますね。M1 だ。やっぱりね。はい。あ、そっかそっかそっか、はい。それぐらいからか。そうですね。この前もあれ優勝したもんね。あり。ああ、総取り。ね。はい、TBS の。え、若手の番組だから。俺見てる。総取りの決勝だけたまたま見てたんだよ。はい。そう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 。で、この前演芸館でやったネタやつじゃん。はい、ああ、だからあれ見てたら、やっぱりでもあれもさ、審査も難しいじゃないですか。そうですね。ジャンルがみんな違う。違う。から、はい、でも初代チャンピオンになったんでしょ、あれ。一応初代ですね。はい、お金結構もらえるの、あれ。お金、総取りって言ってたから。あのさ、さっきから CM 中もずっとお金の話してる。大丈夫だね。今、総理。欲しいですよね。いや、まだ、そう、まだ入ってないんで、入ったら、入ったら、報告します。お願いしますよ。今、総理、お金のこと聞くんだよ。本当にわかんないのがさ、はい、今みんなさ、なんか SNS とかもあるし、はい、要するにそんなにテレビにめちゃくちゃ出てなくても、はい、なんかバイトしてない人とかもいっぱいいるじゃんか。確かにそうですね。そこら辺がよくわかんない。A マッソはもうだってしてないでしょ、バイト。そうですね、さすがに、卒業できましたね。結構前はやってたの？まあ、数年前はやってたんですけど。何やってたの？バイト。バイトですか？うん。え、言えないです。言えないバイトしてたの？そんな。さして。お昼から言えないです。言えないの？言えないようなバイトじゃない。そんなもう、うちらもいろいろあります。言えなかったの？ほんまな。やらしな。想像しちゃうな。どんなバイトしてたんだろう。お想像にお任せします。
いいね。いいマンション住んでんの？おじさん住んでないです。そう。でも、うん、コロナになって、うん、いい影響も少なからず多分配信が普及したじゃないですか。うんうん、あ、そうだね。だから多分、はいはいはい、もうまた有観客になっても配信文化は残るのかなって思ったら、そこが今までのライブプラスアルファね。プラスアルファ、だからこう、そうだね、来れない人も見れるというのはでかいですね。配信で売れる人と売れない人っているじゃない。はいはい、Aマッソって売れそうだもんね。うん、なんか配信企画力強そうだから。そうなんですかね。企画力ね。なんかいつも同じことやってるものってあんまり配信って。はい。うん、なんか見たくないじゃん、どうせこれやるんだろうなとか、なんか分かんないっていうのがいいのかも、ね、飛び道具的なところはあるかもしれない、うん、結構やってるんだ。じゃあ配信、配信は結構、自分たちの自主イベントは大体配信してますね、うん、はい、何やってんの、この何やってんのこの前は、普通に単独ライブというか、うん、ネタライブとか、でもあんまり確かに何をやるとか、うん、そこまで言わないですね。決まってないんだ。決まってなくて、見た人が楽しめるようにっていう感じでやりますけど、でもそんだけ舞台はでも大切にしてるんでしょ。そうですね、はい、ライブはいっぱい。漫才協会に入るしかないんじゃない。漫才協会な、それでいろいろお金のこと聞いてたのな。ポスト打つに結構よく、誰がやねん。誰がやねん。どこがやねん。稽古師も癖強いからね。いやいや、癖の種類違うんですよ。日によってネタ。あなたポスト内海佳恵なのね。佳恵の問題。知らないもん。わかんないんですよ。あなたが内海佳恵。わかんない。まさかの。どっちかっつうとね。アイビーのが稽古師。無理です、無理です。恐れ多いです。いや、期待したいね、それはでも。全然知らない。稽古師。いや、だから、ツイッターが素敵だみたいなぐらいの情報。そう知るんだ。ツイッターの。でもなんか、それから入るのもね、なんか、じゃあどうという。月が綺麗だみたいなツイートとかされてたりする。そうね。そうそう。そういうイメージですけど、ね、正直その、ネタを生で見させてもらったことはないです、ね。いや、そうだよね。若い人はもうツイッターぐらいしかないよ、稽古師匠の。そうだね。糸口は。そっかそっか。なんか、ありますか、うん、共通項。共通項。共通項。いっぱいあるんでしょ、やっぱ特に村上さんとかは、やっぱ稽古師匠って。やっぱあると思うよ。なんか稽古師匠ですか、うん、だかもうちょっと、だから、うん、年取った時に、もう若い旦那と結婚したりとかさ。あ、そうだね。割と奔放に、うん、まあそういういろいろね、うん、遊んでこられたっていう、うん。そうなんや。ところ共通点はなんかあんのかな、うん、村上さんにはやっぱちょっと。思うけどね。プライベートでも、ちょっと破天荒な感じですか。結構しようですか、はい、もうめちゃくちゃ破天荒だよ。へー、うん、だってもうな言えないよ。なんて言えばいいの。ちょうどいいやつないよ。本当に言えない。そういうところもやっぱりこう期待したいということ。そう、でもなんかやっぱり関係ないっていう人だったからね、その女性芸人がどうとか、うん、そういうなんか生き様はもう稽古師匠すごいよね。だから一回なんか都議会議員かなんかわかんないやけど、はい、塩村女性議員がさ、うん、なんか子供なんか産めないのかみたいなさ、ヤジ、うん、があってさ、国会で飛ばされて泣いちゃった議員がいたんだよね、うん、あの時に大体みんながひどい、あのそうヤジを言った人がひどいって言うじゃない、うん、稽古師匠だけがさ、なんでその言い返さないんだって言って、何泣いてんだって言って切れてたもん、ね、あ、そこでおい誰だ今言ったやつって言って、言い返せばいいのよって言ってずっと尖ってたからね、稽古師匠も言ったらね。かっこいい。そういう意味では。それはポストを打つに稽古よし、エマストしかないね。間おるでしょ。こんな飛びます。確かに飛びすぎだ。間飛びすぎだよ、結構。その、お弟子さんみたいな方は。いや、俺だよ、俺だよ。俺だよ。この後もエマストのお二人につけいただきます。今日はねゲストに A マッソのお二人をお迎えしております、うん、メールね、どうぞ、来てますよ、うん、プクリン親方さん、男性芸人はよくイケメンだと笑いが取りにくいと、うん、おっしゃられていますが、加納さんも村上さんも可愛らしい女性ですが、外見が理由で笑いが取りにくいと感じることはありますかという、まあよく言われるやつだな、これは、ね、ありがとう、うん、西野ひばりみたいな。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ないですよ、そんなことは。そんなことはないですか。ないです、ないです。ね。
なんか脱ぐみたいなシチュエーションになるならまた別ですけど。脱ぐ、いや、その脱げみたいな。プールになんか突き落とされるみたいなことも、なくないですか、ね、なんかでもちょっと生々しくなっちゃうっていうかね。はい、ないだろうね、それはね。はい。そうだよね。もうちょっとテレビでなんかこう、無茶なことが待ち受けてるんかなと思ってたけど、時代的にもそんなもう、確かにね、ないですね。多分、その、なんか普通になってきちゃったんじゃないの、もう、その昔に比べて、うんうんうん、昔は特殊ってなってたじゃん、人が少なかったから、うんうんうん、だけど今はもうみんながやり始めて、はい、今更そのなんか免疫ができてるから、うん、っていうことなのかもしれないね。無茶もさせませんし ね面白くないですもんね、ことかもしれないね。そうですね、うんうん、ブルマとかでも入ったらどんな感じかしら。ブルマ、ノラプロデューサーとしてはブルマ剥がしたい、ね、ブルマ、いや、剥がせたい。どうですか、ブルマ。ブルマ、うん、運動会とかで、うん、そのブルマ、履く、履かなきゃいけないって言ったら、どうしても普通に履けます、うん、その、今のその、時代的に。時代、今の時代で、ブルマ。うん、ブルマ、まあ、そうやな。ブルマ履いて、上からジャージ履いてもいいですかって聞けますよね、やっぱね。でも、それもなんか、拒否したんやなって言われるよね、なんか。ちょっと、うわ、ごれたんや、あいつって。そう思われるのもね。子供の頃、そういうのあったんでしょ、ね、ブルマ履かなきゃいけないとかね。ありました、ありました。いや、でも私も、ブルマ履かなきゃいけないっていう、あって。なんかやっぱちょっと違うなと思って、うん、ブルマの上にジャージもらったんですよね、うんうんうん、でもブルマ履いてる先輩もいたんですよ、うんうんうん、だからなんかちょっとやっぱりこう、うん、見え方的に、うん、なんであいつブルマ履いてねえんだよって、うんうん、先輩がブルマ履いてないのに、うんうん、でも場合もってブルマですって言われた時から、うん、いやちょっとジャージも用意していただけませんかとは言ったんですけど、うん、そこのやっぱちょっと見え方が、うん、でももうねブルマ履きたくないって言えない、お笑い界ってどうなのって思う。あ、結構どうじゃん、はい、ブルマがちょうどそのなんかその基準になるわけだね。私はね。そうか、そうか、なるほど。お笑いとまた別だもんね。長ズボン履いてもいいじゃんって。っていう、でもやっぱり、うん、なんでノラだけブルマ履いてないのって MC に言われるみたいな。あ、はい、確かにね。履きたくないからです。いや、生理だからですって言いました。いや、バービーの番組じゃないんだからよ。バービーの番組じゃないんだから。バービーの番組じゃないんだから。もうおかしいんですよ。バービー、俺、バービーじゃないから。バービーさんじゃないや。ごめんなさい。バービーさんって言ってええんかいな。そういう話でもないんですね。はい、うん、じゃあね、メール読みますよ。はい。ちごさんですね。ちごさん。3年ぐらい前にやってた BS 富士の冗談ナイトという事務所対抗ユニットコント番組を見て、うん、当時3年生の娘と共に A マッソさんのファンになりました。ありがとうございます。最近テレビで見る機会が増えて嬉しいです。うん、今、ユニットコントをやるとしたら、どの芸人さんとやりたいですか、うん、ユニットコント。ユニットコント。うん、やってないっすね。ナイトさんです。あ、ハイピー。嬉しい。やりましょう。お前、そんなんできるようになったんか。ね、そんなんできるようになった。怖いわ、逆に。心がなさすぎて相手に。確かに。本気です。IP 嬉しいね。見えないでしょ。いや、コントもやりはるって聞いたんで。あ、そう、さっきね、言ったから。ちょっと一緒にやってみたいな。どんなコントがいい？普通のコント、どんなコントがいいの？うちらでもキャラ立ってへんから、うん、そういう時って結構選ばれない方ですね。あ、そう。やっぱ駒として、うん、他の芸人さんからってなった時に、うんうん、まあ普通の女 A みたいなことやったらいけるけど、うん、あ、そう、逆じゃないの？キャラあるから使いづらいんじゃないの？そんなことないのかな？いやいやいや、その見えへんって言われますよ、その。あ、そう。あ、そう。にするのにね。じゃあ、やっぱ二人で。二人で。やる方がいいのかもしれないね。そうです。じゃあ諦めます。アイビー諦めちゃった。もっと やりたいって言ってほしかった。はい。手伝ってほしかった、うん、絶対ナイツさんです。コパンダさんですね。コパンダさん。今、ナイツさんに見てもらうとしたら、どのネタを披露しますかって書いてあるけど。いや、それ、うん、いや、今、ナイツさんには見てもらいたくないでしょう。なんで？やっぱり。あ、そう、うん、いや、そら、ね、まだ、上半期ですから。どういうこと？あ、今ここでね。はい、やっぱ年末。あ、やっぱりそうか、年末の、ワーナーさん審査員の時に、ね、はい、見てもらいたいと思いますね。そうか、なるほどね。それはやっぱり、目標はあるんだ。M1 は、今年も。あ、もうそら、もちろん。照準を合わせて。はい。で、M1 であの、プロジェクト何人とかやる人いたらすごいよね。うん、
いやダメなんだよ、できないよ、まあまあ、でもマジカルラブリーからも何でもありなんじゃないの議論巻き起こすためだけに出しましょうかも確かになんか分かんないけど普通の漫才も面白い、ね、上沼さんも CG とかになりそうじゃんもうリモートだったらリモートみたいな CG なんだもう美空ひばりさんみたいなそれこそでも現状ギターは OK ですもんね、ギターは大丈夫、テストモさんが出てる、テストモさんが出てるしね、そうだね、でもなんか何までがいいんやろ、いやだ、ね、まあ楽器は OK だけど、ね、言ったらだって内海桂子よしえがあれだから三味線持ってたからね、音楽漫才だから ね、全然ちょっと違いますけど、うん、虹の黄昏はそのまま舞台に落ちてました、うん、はいどうもって言ってそのままダイブしてあれ OK ですか、いい、ね、OK なんですか、ダメダメです、ね、M&T すごい荷物できたんですよ、ギャオだけです、ギャオだけです、ギャオだけです、虹も見といてくださいね、はい、そっか、じゃあちょっとコーナー行きましょうね、うん、はい、今日のスポットナイツやったー、はい、なんか今ハマってることとかね、うん、なんかありますか、今語りたいこととか、うん、いや、うん、さっきちょっと話出ちゃったんですけど、うん、この前ナイツさんの番組に歌やらせていただいたじゃないですか、その時にやっぱうちらね、コントをやったんですね、うん、やりましたよね、うん、でっていうのもやっぱりその前日までは漫才やるって言ってたんですよ、うんうん、言ってたんですよ、でも気づいたんですよ、うんうん、この時期にナイツさんに漫才を見せるわけにはいかないっていう、6月ってそういう意味なのか、そうですそうです、でやっぱりまだこっからの賞レース始まるし、ね、やっぱりその既存のとかみたいな、うん、そのあこれ知ってるってなってもあれなんかなとか、うん、いろんなこと考えて、あ、まあ、じゃあどっちでもいいって言ってくれさったんで、うん、コントにしようと、それね気にしすぎよ、で、うん、そうなんですよ、で蓋開けたら、うん、アルピーさんもコントやったんですよ、ああそうね、アルピーさんももしかして漫才温存しなんかなんか思ってなんかそういうのってよく聞きますかっていうのを聞きたかったんですよ、それは、はい、何にも違う、俺まず審査員が確定してるわけでもないし、うん、あ、はい、そのね全然あれなんだけど、はい、俺も M1 の、はい、やっぱり2008ぐらいの時は、はい、言われてたから決勝行くんじゃないかって、はい、勝手にすっごい意識しちゃって、はい、審査員の人のことすっごい気にするようになっちゃったの、そうですよね、で、はい、巨人オール巨人師匠が、はい、なんか一回 NGK で漫才やった時に、はい、ブログに、はい、なんかナイツの漫才ね、すごい仕上がってて素晴らしかった、うん、ただ一つだけ気になった子がありましたって書いてあって、うん、うんぐっ気になっちゃったわけ俺、はい、それでなんかいろんな人にも聞いてオール巨人賞の連絡先を教えてもらって、うん、ナイツの花と申しますと、うん、初めましてって勇気メールしたのよ、はい、そういうとこあったよ、どこが気になったんですかって、はい、うん、聞いたんですか、聞いた聞いた、それは何月ですか、それはね6月6月今じゃん、やっぱ6月なんだ、6月6月なんだ、何月ぐらいから 見始めるとかあるんですか、そんなんもなく何月何もそんなの見てない、だから M1 の予選が始まったら予選が出るじゃん、はい、うん、うん、でもさミルクボーイとかはさ、はい、予選の時からさ、はい、めちゃくちゃ面白いって言われてたんだよね、はい、今年ミルクボーイがもうこれ優勝するんじゃないかって言われてたから、うん、っていうのはあったけどさ、じゃあやっぱこう、うん、メディアとかではそのあんまり漫才やらない方がいいのかなとか、そういうのも気使ったりもするかなのかなとかは思いながらも、うん、ね、まあでも全く下馬評と関係ないやつがバッていくこともあるから、そうね、難しいですけどね、でも作戦としては、はいはい、俺はやっぱり、うん、M1 の一発目で初めてやる方が絶対いいと思う、やっぱそうなんですよ、絶対そう俺たちはもう絶対やっぱり、はい、そう思った、はい、うん、特にやっぱり視聴率のいい番組とかに、はい、先にやっちゃうと、はい、もう一気にみんなそれで何回も見ちゃ う、ね、うん、ブラマヨさんも2月ぐらいにできて、うん、そっから隠したみたいな、あそうなんだ、そうみたいね、ブラマヨさんあれ、はい、最後までやらなかった、ね、やらなかった、あそう、だってプロジェクトマッピングのネタそうじゃん、まさにそうですね、初めて下ろしたんで、いいと思うよ、他の芸人のネタとか気になったりするの、やっぱりもう時期によっては、うん、わ私はそこまで、まあ、見ない、あんまり見ないですね、ろくなことないじゃないですか、ろくなことない、受けてても滑っててもムカつくっていうか、ああ滑っててもムカつく、滑ったらうちらも二の舞になるんじゃないかと思うしあそう、あそっか、まあ気にしてもね、そこは確かに、まあ、頑張ってほしいな、ね、それは、ね、にかける思いがね、なんか伝わりますよ、ね、うん、うん、はい、さあじゃあ、エマソのね、なんかこう、お知らせあれば、
はい、聞いておきたいんですけども、ありがとうございます。 YouTubeYouTube、 はい、もうやらせていただいてるのと、はい、来月から、うちの渡辺エンターテインメントのライブ、うん、はい、ウェルというライブがあるんですけども、はい、ちょっとリニューアルしまして、我々が MC させていただくことになりましたので、うん、来月からはバトル制に変わるので、うん、よかったら見てください。ウェプロはすごいね、ウェル、はい、ね、ちょっと個人なんですけど、あとエッセイ集を出させていただいてまして、うん、イルカも泳ぐ愛というのがちくま書房さんから最高、出してますので、よかったら買ってください。はい、ということで今日のゲスト、はい、Aマッソの2人で、ありがとうございました。ありがとうございました。日本放送ザ・ラディオショー。